やってよかったなっていう感想ですね。はい。あ、終わってから話す人、まあ、スタッフも含めてみんないい顔してたから、なんか展示会とかだとやっぱどうしてもそこって感じにくい部分っていうか、なんかそれが感じれたので、なんかもっともっとファッションの可能性ってあるなと思って、それが良かったとこですかね。ショーはやりたいってもともと思ってて、ショーをやりたいと思ってたの。なんかこう新しい手法あるかなと思ってたんですけど、なんか考えれば考えるほどファッションショーってまあよくできてるっていうか、まあ分かりやすいフォーマットだなと思ってて、その分かりやすいフォーマットをこうどう崩せるかとか、どう遊べるかとかっていうことにチャレンジしたいなと思って、そうですね、ショーやりたいなと思ったって感じですね。このブランドがこの場所をチョイスするっていう、その動作がすごい大事だし魅力的だと思ってて、自由度が高くてその分大変なんですけど、このブランドがここでやりますっていう面白さだったりとかっていう、なんかその純度をなるべくこう薄めたくなかったっていうのが一番の要因というか原因ですかね。一番最大で上がる。彼らはなんか熱狂を知ってると思ってて、まあ、熱狂を作ってきてる人たち、なんかそういう人たちのそばにいて、どういう人たちがそういうのを作ってるんだろうっていうのにも興味があったのが正直なところで、実際話してるとなるほどなっていう部分がすごいたくさんあって、とにかく好きで作り上げるっていうエネルギーになんかシンパシーを感じて、知人伝いでつながりもあったんで、こう、まあ、半分ダメ元で声かけたら、まあ快く OK してくれてっていう感じですね。そこは逆に全く同じスタイリングだったと思うので、回ってますからね。ザ・ファッションイコールショーみたいなことだと思ってるし、特別なことショーをやれるブランドってまああるけどそんなに多くないし、なんかやるからには日本のメンズファッション背負ってやる気持ちでやらないといけないなと思ってて、なんかワクワクしてる気持ちと、なんか覚悟しなきゃみたいな、ちょっと、シリアスな気持ちとなんか入り混じってる感じですね。でもまあやるしかないと思ってるんで、まあ、それを見てもらえればいいかなと思って。全然実感湧かないですね。本当にやんのかなみたいな。なるようにしかならないかなって。心配事多すぎてもう分かんなくなってますね。どれ心配したらいいか。一回その会場面白いなってなって、まあ見に行ったんですけど、見に行って出演してる人とかともお話ししたんですけど、なんか今ってこう、ジェンダーレスとかユニセックスとかっていうのが結構本当にファッション的に使われすぎてたりとか、出演してる人たちと話した時に、なんか自分のジェンダーを持ってるっていうか、ジェンダーレスってないっていうか、ジェンダーレスなんてないんだなってちょっと思って、その人の、まあ、男なのか女なのか、その名前もつかないのかっていうのが、こう人それぞれでちゃんと自分自身をで理解してるっていうのをすごく感じて、なんかそれ僕が今回やりたいことにつながってるんで、なんかいわゆるこう決められた男らしさみたいなのとかとは違う、もっとこう自分で考えてっていうか、自分の中での
性を認識する作業みたいなのを、まあ、やってる人たちが作り上げてきた空間を借りるっていうか、その力をちょっと借りたいなと思ってて、多分金魚っていう場所でショーやりますってなったら結構普通の人は見ちゃう、そう見ちゃうと思うんですけど、そう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 、なんかそうじゃないよっていうのは、まあ多分洋服見てもらっても分かると思うし、こちらのスタンスとしてもメンズブランドですっていう、これが僕のメンズブランドですって、ユニセックスブランドですとかじゃなくてやってるんで、なんかそれがちゃんと伝わればいいなと思って金魚にしたって感じですね。来てくれた人は特に喜んでもらえるショーに なるんじゃないかなとは確信してるんですけどね。ファッションショーをどうっていうようなやり方今までしてなかったんで、なんか今までと一歩なんか一歩ちょっと変わったものをやるのであれば、なんかそれなりにこうなんですか、あの舞台的にもちょっと違うような空間を作りたいなと思ったのと、誰かがその光景見た時にちょっとした懐かしさみたいな部分がこう表現できればいいなと思って、そういうセットになってますね。今オープニングで語ってることが、まあ、僕の中では割と全てみたいな部分なんですけど、子供の頃って男の子があのすごい綺麗、この宝石綺麗だからっていうことでそれを手に取って遊ぶ、それはでもなんかすごいなんか当たり前のことなんですけど、それをこう大人の誰かが見た時に、あれなんでこれこの子女の子っぽいもので遊んでんのみたいな、なんかそれって逆に他人が決めてる道筋なのかなみたいなふうに思って、なんかそれをこうジェンダー性みたいなところを語るよりも、まあ、そういうちょっと子どもの頃のこういう経験が今ここにつながってるみたいなことになんか落とし込んだ方が、後藤新平くんのなんかファッションを作り始めたこう根本みたいなところに近いのかなと思って、でなんかああいう、まあ、ジェンダー性っていうよりもなんかもっとプリミティブな話を語りたいなと思ったって感じですかね。記号の複数形で構図っていうテーマだったんですけど、今までこうテーマ性がちゃんとあって、でスタイルっていうのがちょっと後ろに来ててみたいな、今回ショーをやるにあたって MSU の男性像の提案はこれですっていうことをやろうと思って、なんでこう今までやってきたことをこう振り返った時に、人がこうだと思ってる、思い込んでるものに対してそこをすり替えたりとか、なんかこうひっくり返したりとかってすることが、僕のデザインの仕方というかだし、洋服の楽しさだと思ってるんで、そういう意味を込めて構図っていうテーマに、象徴的なのがなんかポップコーントップスって呼んでるんですけど、大きい洋服を全部手でこう絞ってポップコーンみたいになってる洋服があって、5歳の子でも着れる、190のモデルでも着れる、本当着る人によって全然表情も変わるし、着てくれた人が新しいステージに行けるなと思ってて、昭和のスーツスタイルみたいな生地を使ってたんですけど、それに対して横糸に光るような糸
糸を使ってて、普通に捉えたら昭和臭い生地がこうラメが1本入ることによって全く全然違うものに生まれ変わるっていう作用だったりとか、ウサギがいっぱい並んでる柄が あるんですけど、1個で見ると可愛いモチーフだけど並べるとまあある種のちょっと気持ち悪さもあったりとか、なぜかクラシックに見えるみたいな面白さがあったりとか、なんかそういうこう様相を散りばめてやったっていう感じですね。前々から思ってるんですけど、その日本で熱狂したものを欧米に持っていく、欧米というか世界に持っていきたいと思ってて、で、まあ、コロナになったことをポジティブに捉えるしかないと思ってるんですけど、みんながこう内側に目を向けざるを得ないというか、なんかその状況をまあラッキーって言い方悪いけど幸運だとも思ってて、だからこそこう日本でショーをやるっていう、こう踏ん切りになったし、なんかショーをやるっていう上でのデザインっていうのもまたいつもと違って、それがすごく楽しかったというか、こう一個本当にギアが上がったっていうか、なんかこう今までストップかけてたものがもっと行こうってなれたかなと思って。